知る人ぞ知るお店。あ、もう全然雰囲気がぐるっとぐらっと変わりましたね。気配が、はい、空気が変わる感じがしますね。わあ、すごい。小林さん、ここはもう歴史的にはどれぐらい？オープンして16年目です。16年目。はい。あ、なんか焼いてますね。炭火焼きのコーナー。あ、これが出てくる。もう名物ですので。いいですね。いや、うまそう。皆さんは結構おかわりに、おかわりされる。あの、匂いってお腹減るよね。食べるうちのこのせいに。タレが焼かれていく時の匂いはね、もうちょっと反則に近いものがありますよね。楽しみに待ってますね。